うるさい。うるさい。にゃおにゃお。よし。こっち忙しいから猫ちゃんさ。わかる？わおじゃないよ。違うよっていうことを前提に何かストラテジー立てるっていうのはそれなりに大変だな。よし、これストップだ。よし、で、一応ここまでやったよ、ここまでさ。で、なんとなくこれは、これだと安定感が、まあ、ここで一応、ここまで来たから、まあ、ここまで来ましたよと。一番短いやつに合わさざるを得ないから、もうそれしょうがないとしようよ。で少し抜けるところも、脆弱なところが抜ける。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。まあいいんだよ。で、ただ魚入るスペースが狭いから、多分この後ろの方に、もう一発、同じような構造を作って、はいはいはい。こっちにね、ここら辺に置くと、同じような構造を作ると。そういう意味で、この粒なかったらそういうわけだな。この、これなんだ、なんだか名前がよくわかってるの、粒のおかげで、この作戦。このプロジェクトが救われたという可能性があって。ちょっとチャーハンも一応二段階目のフレームはこのやり方でどうにかしてできないかを考えていきますもん。これで口のとこだけ作っちゃってもいいんじゃないのかなと思ったりするんだけど、いや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 、それだとさなんか逃げられるとか起きそうやん。途中のところで一本この逃げられない何かトラップを作っておきたいからね。はい、ちょっと一旦休憩。まあこれで行くしかないよ。ちょっと長めのやつ使っていかないとちょっと厳しいよね。長めのやつ使っていかないと結局その全然まとまった本数のそのなんていうかススキが固定されないからさ、短いやつだといつまでたってもな。よし、行くぜ。よし。まあ、こんなもんか。いや、スースー感。
数週間。数週間。何してるかなと思ってるのは、まあ、まあ、違います。なんか信じています。でも、まさに感想のところでいいんだけど、もし一応学んでないから、これを使うと、これでどこまでいけるのかという話で、ていうか今日中に終わらせたい。こんな2日とかやるプロジェクトじゃございません。これは今日中になんとか形にしたい。もう早く終わらせたい。でも早く終わらせて構造的欠陥があり、使ってみたら使えなかったでは困るから、使いにくいね、ここね、この部分ね、この部分、ここじゃない。もう、せっかく、左手を手袋してたのがいいな。で、これ自体が切れるから、これ。この植物自体が、切れますんで。流絶乱の仲間でしょ、これ。だから、結構手袋が、軍手は必須です、皆さん。絶対軍手はつけてください。できれば1枚からできるだけ多く取りたい。でないと。あんまりケチろうとするとダメだな。構造的にその強さが違うところがたくさんできるのは良くない。しかしできれば細くして1枚、ああ、まあこれあんまり頑張りすぎない、あんまり頑張りすぎない、あんまり攻めても、あ、いや、乾燥した瞬間にもうスコスコになるんだろうな、ほら。こうしてな。よし。こうしてこうして、これでこうか。よし。こうしてこうして。こうだな。はい。おいで。次。と、まあ、あんまりでもなんか連結感ないよ、これ。ちょっと連結感ないね。うん、ちょっとこれ、下まで下げてみて。貼らないとさ、これだと。中狭い、狭くて、お魚さんとか。
よし、これで、これで気合い、思わず、よしって声出していこう。気合い入れてきた。なんか、長丁場になってきたんでね、集中力も怪しくなってきたし、疲れてまいりました。よし。どんな、どうにかして終わらせるぞ。何で終わらせるったってさ、何が終わりなのかは分かんないからね。なんなんな、どこまで行ったら終わりとするのかは誰も知りません。で、一応これはこれで置いておく。これで一塊作りました。はい、で、ぐるっと回して、でこの二塊目に行くよと。はい、ここえっと、互い違いにやっていけばいい。互い違いにやっていくとかいい。はい、うん、でも一つ言えるのは、ここの下の構造を先に作ってから始めたのは正解です。ここいきなり編んでさ、すだれ編んではちょっとね、この今手元にある材料はだとまあむずいよね。これでこちらに出しておこう。出しといて、あ、そうか、出しといて、こっち側で一緒に中に編み込んでいけばいいな。OK、そうだろう。そうだろうな。OK。何か発見したぞ。発見して、発見の、多分、すでに人類が紀元前に済ませていたことを再発見しているだけだな。うん、で、ここで、こいつらを、ことをね、何気にパッと思ったんだけど、こういうことをやるっていうのはね、まあ、なんかこの土地が好きなんだろうね、その場所がね。いい場所だなと思うわ。いい場所だなと思うけど、いや、その、南アのコンパスに比べて、このリクリエーション系のところがこう非常に貧弱なように見えちゃうんだけど、それはその、なんだろう、準備されたリクリエーションっていうのがないんだよ。よく整備されたリクリエーションっていうのはね。で、結局、その、なんだろう、よく見かけるのが、その台北からやってきたお父さんお母さんが、その、ウーボン地とかあの辺の、あの、とかに来て、で、子供たちやって、何するかというと、なんとなく石を投げて遊ぶとか、そういうことしかしないんだよね。で、石投げて、わーい、川だ、まあ、泳ぐ子を泳ぐ、シュマーとか。で、それで帰ってっちゃうと。で、なんでかというと、そこには、その、なんだろう、準備されたリクリエーションはないからさ。自分で考えてねっていう、そういうことだよね。で、そうなると、ある程度経験とか知識とか、なんかそういう体験、事前の体験みたいなのがないと、結構厳しいんでしょ、ああいうのは。そこに、で、その、なんだろう、水泳プール、まあ、スイミングプールは、まあ、もちろんあるんだけども、この辺りにも。あの、スイミングプールなのか、滝壺なのか、まあ、どっちなんだっていう話でね。で、その滝壺っていう選択をして、滝壺エンジョイできるぜと、やっぱ滝壺エンジョイできないぜ、できないぜがいるわけで、そっちの人たちは、ちょっと、ここ来ても大変だなと。滝壺、何、ジャンプして飛び込みたい。そこエビいるんじゃないですか、カニいるんじゃないですか、捕まえたいってそこで思うかどうか。その、うん、その、あと、そういうのが許されるかどうかね。その、自然はあるけど、管理されてる。だから、シンガポールに行った時に、シンガポール緑が綺麗でしたよ。いろんな木が管理されてて、残されてていいんだけども、あれはあれでいいんだけども、もう見るからに管理されてる感が満点なわけだ。あそこに行って、なんかそこら辺の木をなんとなく倒して、おし、バーベキューやろうぜ。炭焼き用の炭、あれ、なんか間違ってんな。炭がいるからさ、この木ぶっ倒して、バーベキュー用の炭にしようぜってやって許されるかっていう話。で、多分それダメだろって。それ怒られるんでしょ。なんか気づきそうだと。こっからこっち向きに下げて。なんかちょっとこの辺からタイムラプスで行く。なんかタイムラプスっていうかもう。
いきなりこれ、いきなり結果物が出てきちゃっててもいいよね。いや見たいの、このプロセス。見たいっつうんだったら見せるけどさ、多分この辺ギャー早送りになってるよ多分。俺の作業見といてくれ。あ、やっぱここね、構造的に弱い。本当は後付け的にだけどいいから足した方がいいんだろうな、これ。ここで固定されていないか。一応今すぐにわかに固定する。にわかに固定しとこうか。うん。明らかにね、この密度が薄いところは弱い。それは分かった。よし、まあこれで途中参加ってことになるけど、そうしないとまあやっぱりちょっと変動する問題ありみたいな感じだったんで、よし、これでこうです、こういう状態で、よし、作業続行、よっしゃ、よし、よし、で、いくよ、じゃんじゃんいくよ、うん、で、よっしゃ、さあこれでいけるのでしょうか。よし、これ絶対この辺から突き破って出てこようとする魚ちゃんたちいそうだからな、まあ、絶対許さない、そういうのは。そんな脱走劇は私は許しませんよ。だからこの間にひたすらこの横糸を通してこれで逃走しています。いや、そもそもこんなんでやれるのかっていうのはあるが、よしよしよいしょ、こういうのさ、まあ、基本大変な作業なんだけど、あんまりこういうので大変だとはならないんだよね、私。よし。よし。よし。一応まあ、はい、ここまで来ました。はい、ここまで来ました。一応もこ空間は中は広々、お魚ちゃん入ったら一応入れます。で、その魚取り出すことをどっちにするか、こっちに口をつけてここを外すのか、ちょうどこの構造を利用してここをパッとこうはめるのかっていうのをどっちにしようかと思ったんだけど、ここのところでハメを取るのがいいんだろうなと思ったんで、もうなんか何も考えずにここら辺じゃこんじゃこん切っていくよ。よく、ここら辺ね、うん、ここ切っといて、ここに口輪になるようなのを取ればいいでしょ。でそれをここに、この辺にほら、ちょうどあるからさ、これさ、これ使って、
これでちょっと輪っかでも作ろうか。これでいいんじゃないのかなと。ね。うん。このね、今回のこの太めの、この、もちょっと木化したつる性植物、こいつかなり重宝したね。これがなかったらね、ここの構造とさ、後ろの構造、これなかったら作れてなかったと思うわ。で、おそらくこうまとめて、まあ、今でしょ、こうやって出てきてください。ちょっとちょっとちょっとこれぐらいで切り揃えるわね。はい、ここね、はい、でここでこうしておくとさ、シューッと閉まって、ここで閉めとくと魚逃げないよねと。多分これでいけるよ、これで。もう後ろちょっと長すぎるけど、ちょっとまああんまり緩むとあれなんで、これ でここでスパッと外すと、魚がシャッター。これここつけとかないと外れるな。これで魚がシャーッとこっちから、シャーッとこっちで出せるはずという、ね、そんなうまくいくかどうかわかんないけど、それを実現するには、ここがずれちゃうとやっぱりわかんないかな。あ、一本ずれております。外れてるよ。外れております。うん、なんでこれ外れたかというと、逆向きにくっついてる。こいつだけちょっと逆だな。そう。ここがさ、フレームで強化してやった方がいいんだけども、そんな何百回となく連続して再利用しませんから、一回取れた、やったーで、もうそれで堪忍、今回の、これはこの一回取れた、やったーで堪忍してもらいたいよね。なんで、これを、こういう風に、こう、輪っかにしていい感じでこう、こうしておけば一応これで蓋が後ろからできる構造が作れるはずね。こっち後ろからこれでギュッとこれでかけとけば中に入るスペースがまあまああって、まあ1匹や2匹は取れるでしょってなると、何がいいかというと、ここの構造を固定しちゃってもいいようにできるわけだね。でここのところをさ、もうちょっとワシャワシャしてるやつをどんどんちょっと縛っていって、で多分ここの弱さがこの株の弱さだろうから、ここ脱着式にいかにせずに固定式にするかで、おそらくこのトラップの安全性というか確実性が上がるんだと思う。とはいえだよ、とはいえその構造を作るのは結局その構造を最初に作るのは、結局その、リング状の構造を作ってからっていうところから始まるんだけど、よいしょ。中にあんまり魚の入る空間前にこういう飛び出してるものはない方がいいんだろうね。外にそれをできるだけ持ってくるか、あとで切ってしまうか、どっちかだろう。はい、できたよ。で、魚を取るのであれば、ちょっと楕円形になってるけど、まあ、楕円形なのは構わない。
楕円形なのは構わなくて、あのこう来た時にこれ縦長の構造になってるんですよ。ということはこうだよね、これだよね。でこれをこれ重宝してる、これだよこれ。ちょっと待ってね。これよこれ、今回の、はい、今回のいろんな出くわした植物の中で最強なのがこのこいつ、これがなければ今回の作戦成功してませんでした。でしょ。でこれがチャ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 ーンとここにカチャッとはまれば勝ちなわけだ。シャキーンとな。シャキーンとはまればいい。でこれに対して内向きのこういう構造があればいいわけでしょ。これが多分あんま長いと魚入ってあれだから、これぐらいの長さだろうね。これでこう内向きにこう内向きの構造を作ってやればいい。ここのところを何本やるか、だからこっからこういってもいいわけだよ。こっからこういっても直接、うん、あ、そっか、直接やるのもいいな。直接やるのもいいのかもね。うん、これでいってみようか。直接の方向、直接でもいいんだけども、ここどうしたらこれで通す形でできないかな。じゃあ長さは、長さ大体揃えてこれぐらいにしようか。マントでちょっきり切って揃えればいいんだけども、まあこうだよね。それなりの密度でやっとかないと、それこそこれすだれ方式の方がいいのかな。作るのはそれなりに頭、こっち側はこっち側でそれなりに頭を使う作業だね。細いやつ使えばいいんだろう。冒頭に細いやつと太いやつを分けたけど、あの作業は一体何だったんだろう。今刺してそんなに気にしていない。まあだから次こっからこっち向きに入るように固定していくのが、まあそれがいいんだろうな。後ろから出入り構造を作ったというのであれば、まあそれから中からこう、中からは中からはこうだよね、こうだよね。せっかくそこ構造を作ったからこうだろうな、こうだろうな。しかもこう水、いや、これどう、いや、いけんのか。なんとかしてこれにこうくっつけてえな。これでどうにかして仮止めてもいいから、仮の構造をここで作ることができたら、さっきと同じ作戦で、巻き巻き作戦で、なんとかなるはずだ。ああ、難しいか。いけるはずだ。いや、いけるはずだ。なんとかしよう、これで。立てられればいい。立てられれば。
番の機能なんだろうな。うん。うん。この構造。何だろう。ね、で。あんなと陷阱の。陷阱做。人家，人家一直问我，他想要抓来用全部全部自然天然的材料来用做的陷阱，所以。我啊，那我试试看，我试试看，对对对。何先生やってるんだろうみたいな感じでみんな見ているので、いや、トラップ作ってんだよ、トラップ、トラップだよ、これかな、だからここはすだれ構造を作れと、すだれ構造を作るのが長くないからいけるだろう、しかも短いから揃っているので、じゃあ一応入り口のところはすだれにしますか。似たような長さの、似たような太さのやつ集めてきて、せっかく入り口のところあるけど揃った構造にしないとうまくいかないような気がするんだよね。誰にするのかったりな、でもそれは面倒だ、それは面倒だ、でも同じ本数をつけるのか、これでどうみたいな、これ固定式でいこう、今回はこれ固定式でいこう、そうしよう、うん、この間一個一個に入れていこう、で内側から切れるはずだからな、ハサミというものを使うのであれば、よし、そうしよう、そうしよう。外側から切ってもいいからね。外側から切ってもいい。そうしないと。いや、だからこっちのこの、ここの方法にも利用してる。こうだよね。あ、そう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 。だからこれをうまく利用してる。うん、よしよしよし。これでいけるやろ。よしよしよし。なんかいけそう。なんかいけそう。で、ここを縛る。一応ね、このススキという植物の性質上、こう潰してやって、こうすると折れずに一応いけるんだよね。うん。だけど、それだとポキッとここから折れるっていう可能性もあるので、まあ、この作戦だろう。これで、だいたい仮止め、で2個置きぐらい、もうまた途中、もうまた途中飛んでるしさ、まあいい、まあいい、進んでるぞ、この口を作るところ続行ってやつだ、これはさ、これちょっと、ふん、どうしたものかな、そこの構造をこっちで作ってもいいのか、まあ、これで作ってもいいよ、ちょっとここの一部だけでいいや、うちのところがこれぐらいあったらいいんだろうな。口のところ多分、そこにどうやって固定するんだって話でしょ。その問題どうやって解決されるよっていうの。ナイフ使っていいっていうルールだから、なんとかなるっちゃなんとかなるけど。よし。うん、じゃあもうこれで、これでな。これで行くとして、これで口のところやっていいとするならば、まあ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 こうだよな、ここのところで、よいしょよいしょ、うん、まあこういう構造を作ってしまって、こっちとこっちとで合わせに行ってもいい。それでもいいよ。結構ここは、ここの構造をどうやって綺麗に作るか、ロボット構造な、をどうやって作るかって、やっぱり昔の人も悩んだだろうな。こうやろ？こうやろ？
ここのところな、もうこうや。こうや。で、ここのところがこっち中に入って。どうや。やれんのか、それ。やってみよう。やってみるしかないだろう。おいで、こうやろ。だから、こう。ちょっとやそっと、そっとから見て、ブサイクになってもいいから。にゃーにゃー、まだ、こういう構造を作ろうねって話だよね。こういう構造を作ろうね。こういう構造を作りましょうね。にゃーって猫ちゃんにゃーだけどさ。ちょっと取り込み中だから。よいしょ。ね。よし。OK。にゃー。よし。で、口のところどう設計するかだよな。まあいや、ここに巻きつけ、こっちとこっちで巻きつけて構造作れってやつか。ああ、そういうことやろな。うん。今来た道をもう一回たどって、そこにこの構造と同じやつ作るのか。わかったよ。わかったよ。わかった、やりゃいいんだろう。やるよ。やるよ、頑張るよ。あ、ここは折れるな。丁寧に扱ってやらないと折れるね。はい、わかった。だから、はい。じゃあ、まあ、この、これでもいい。これでやっていけって話、はい、まあ、やっていこう。まあ、一応今までと同じパターンで。にゃ、にゃ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 。そしてここで構造を作って20分。うるせえ。うるせえよ猫。もう猫ちゃんなんかさ、今発情期かよ。いよ。中心、そうだね。これ中心に巻いていけばいいか。そう、後でこっちに固定するから、はい。乾燥したあたりで結構強くなって、乾燥する方がいいんじゃないか、繊維としては。繊維としては優秀。長さの関係上、負けるあれが決まってるか。そう、今回前半で学んだだろう。そうだ、こうやってやるんだ。よっしゃ、こうやってやるんだ。よし。そう、なんかこれでもう一個構造作ればいいんだろうな。OK。もう音になるよね。もう今なんか話すのもちょっと疲れてきたので、話すのもうざくなってきたという、そういう感じ。早く終わらせたい。このような作業だ。作業であって仕事ではない。作業であって仕事ではない。おかしい。研究ではない。大丈夫。あってやん。あっていけ。え、どんどんいけ。
応これ途中経過、まあ、こんなんだけどさ、こんなここからどうやって持っていけば魚が入って見えない構造が作れるんだっちゅう、そういう問題が出てくるから、まあやるだけやるよ、やるだけやります。でこの後で中のこの味を整えてやらないといけないんだね。でこれって入れる場所制限しちゃえばいいのかな。あ、だからこう、ああそっか、なるほどな。なんでああいうプリミティブなやつがなんであんな構造になるのか分かったよ。ロート状の構造を作るのがやたら難しいんだ。分かった。だからこういう構造どっかで作ってやる。あかん。ここに来て意外とやれるだろうと思っていったら意外と難しいことが見えてきたぞ。意外とむずいんだな。やっぱロート状の構造をここでこしらえとかないと先に進めないのか。そうなのか。そうなのか。じゃあ一応、めんどくせえ。めんどくせえがやるしかねえのか。長さはそんなにいらないんだから、ちゃんと揃えてその構造を作ればよい。20本もあればよい。よし。よし。わかった。頑張るよ、そっちの路線で。意外とむずいで、1本じゃなくて2本使うか。そうなんだな、分かったよ。こっから行くか。こら猫ちゃん。猫ちゃん、私のとこを勝手に通過していきました。許可なく許さん。よし。よっしゃ。じゃあ、こっから気合い入れていくよ。これはどうよ。一応。そもそも、平たい場所っていうのが、確保できてない。いけないわけだけど、これそら難しいよな。これすすきとかそらむずいよな。昔の人もこれで困ったんだろうな。わけはほら難しい。構造的にここに来てすすきの能力限界が露見したのか。いや、例えばこうしといて、な、まあ、こうしとくとしようや。か、もしくは、一個、横糸みたいにしといて、一個横糸状の構造を作っといてたな。おお、一個や。はい、インド勢のインド勢男子、このプロフェッサー何やってんだろうなと、何やってんだろうなこの人という顔で去っていきました。これこうでこっちの構造作る。うはー、そういうことか。
それがまあ一応やっぱさっきの方針通りこっちに巻いていけっていうやつ、まあ、一応それでやってみようか。ああ一応やれるだろう。こっちの方が現実的なのかな。 OK、うんうん、ああそうかもそうかも。そうなのかもしれない。これで、ああこれか、この方法か。そうだな、この方法だな多分。うん、そうだな。これで、ここに来て難しいな。ここに来て難しいな。ここに来て難しい。だこういう構造でも一方向の構造でもいいとしようか。一方向の構造でもいいとしたならばどうすりゃいいんだ。ここで一方向でもいいってするならば、ここに来て難しいことになってんぞ。でやっぱりやっぱそういう構造を作ってそうしないといけないのかってなると、やっぱこれもう一回やんの、もう一回やるか。よし、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう。でそっちとでこっち側で外から行くか。から行くか。40本な。よし。待て。今日はこれにて一旦休憩にします。もう疲れてきました。無理っす。それでは、はい。